デビューライブでございます。おじちゃんおばちゃんだけどデビューです。あ、そうなのね。業務連絡あり、了解です。で、頑張ってデビューしてるわけなんですよ。本当よ、応援してね。なんか最近ちょっとあのテレビのインタビューでスポーツ選手があのなんだっけ、よく言うんだよね、あの言葉の最後になって応援、なんだっけ、はい、それどころじゃなかったおばさんなんだからあんまりさあれ何忙しい人がいろいろ言わないですよね、間のちょっとなんか漫才みたいになっちゃうしさ、私たちがこういうふうに。いや、漫才でいいなと思うんだよ。あ、漫才でいいの、うん、あ、そう、ツインボーカルだから。あ、そうか、私の座までギタリストの座以外にもボーカリストの座も狙ってるわけね、結局のところね。座布団10枚。 ありがとうございます。いや、なんか言おうとしたこと忘れちゃった。あ、そうそうそう、だからあの応援よろしくお願いしますっていうのがなんかあんまり好きじゃなくて、あの応援してねって言いたいなみたいな。おばさんはちょっとチェックしてみますよ、そういうのね。あれ、内川さんって業務連絡どう見てる。あの、行く年かなと。いちいち曲検討ないとね。やっぱりね、俺たちソファーが必要。あ、そうかもね、一曲ごとにね、座ったりとかね。いや、そんなこと言ったらね、悪いけどね、お客さんだって結構、え、椅子ないのとかあの、みんな言ってましたよ。いらないね、若いね、椅子がいらない人は。私でも今もここに欲しいけどね、こうやってそれでね、みたいな。椅子が欲しい人手挙げて。でもさ、業務連絡でさ、ドラムちょっとかなり息切れてるからってさ、前まで出てきてるからこの人生で初めてだよ。今度あのケアマネージャーが隣でくるあのエアーをね、あの送るとかね、そういう方向でどうなのやってもいいの。飯田さん、あ、そうだ、あのうちのドラムのベニーさんがね、久しぶりに何しょ、ほら デビューライブだから、私たちなんか用意しなかったけど、水とか扇風機とかさ、あ、扇風機欲しいね、多分このまま終わんないよこの人。なんかお店ないの。あるある、大丈夫、あるの、大丈夫。本当にみんな心配して、みんなで心配して、みんなで、みんなも心配そうな顔しなくていいから、そんなにあら大丈夫かしらみたいなね、なんか退却させた方がいいんじゃないの。あのこの後ですね、2曲あの続くのよ、まただから今ちょっと長めにほら聞くとでもあの静かな曲なのね、だからまあ比較的あのベニさんにはと言いつつなんでネタに しなきゃいけない、私たち健康状態です。ネタにしてもいいと思います。ネタもしてもいいんですか、ね、俺もちょっと息切れたり目からコンタクトずれてます、ね、あーね、ですね、なんで横向いて喋るんだ、カメラこっちだみたいな、ね、全然これどこを吹くかっていうのなんかあのもうちょっとさ、 あなたもフロントにいるんだから音の調節とか、違う、こうやって休んでんだよ、ずるいね。俺もこうやって喋ってるようであんま力使わずに休んでるんだよ、なんか休んでるんだ、全然関係ない感じまるで参加してない感じです。いや、聞いてるよ、しっかり聞いてはいるけどね、えみたいな顔して、あ、俺かっていいよな、本当にね、そういうのが聞く人は。あの2曲ね、始まってすぐで悪いけど静かです。ここあの福田博也さんがアコギを弾くので注目。はい、カメラ今よ。いや、それはいいから、プーンやる人いないから、今プーンの人いないから、どっかにいるの、プーンの人なんなら客席からプーンって言ってないね。あのね、社長に怒られるからやろ。あ、はい、そう、長いよ、お前ら喋るの。あ、参ったな。年取るとほらこういうところで薄めていかないといけないみたいなね。そんなことない。そばにいるよ。夢じゃないの、もう一度こうして、触れることができる日が来て嬉しい。あの頃まだ
引き離して別れ別れになってゆく。
麗なエンディングありがとうございます。ここで MC です。いや、これは決まってたことなのよ。別に休もうとかね、そういうわけじゃないんですよ。今日3曲入りの、とりあえずこれは何ていうの、ラフミックス CD っていうんですか、こういうののことを何ていうの、限定 CD。 いやいや、ちょっと俺さっき喋ったじゃん、もう。ああ、もう終わりなの？もうニコ生で散々喋ったから、もう疲れてきて。もういろんな ちっちゃい人間だと大変だ。いや、でも大変だったですね。いや、なんか今日ですね、今日ここに来てくれた方だけの限定 CD、 12月26日のみの販売で、なんか枚数がなんか思ったより少ないく作ってあるらしく、やばいです。ちょっと早めによろしければお買い上げいただければなと思いますけども、でこれはいつか、いつなの？あ、ちょっと話しかけてきてないんだっけ。来年ですね、ちゃんと本当の CD が出る前の、ありがとうございます、約前列一列だけの拍手を、後ろの列の人なんかどうぞ。ありがとうございます。ありがとうございます。お涙ちょうだい、やめよう。そんな別に同情、買ってくれる人、買ってくれる人、買った人すでに、もう買った人手挙げて。5枚買った。5枚、すごいな。すごい、買い占め班がいるね。買い占め班が、ありがとうございます。ありがとうございます。なんだけど、本ちゃんの時に買ってね、本ちゃんの時にね、そっちは今日は3曲入りで、本ちゃんは持って入ってるから。というわけで、ちょっと頭が熱いんで脱いでいいですか？お前もちょっと地味に来てんだろ。いや、もうそりゃそうですよ。別に私だけ若いわけじゃなくて、みんな同い年なんだからさ。いつもさ、なんか楽して歌ってる曲ばっかやってるから、ざわめろって感じやろ、ロックバンド。みんな大変なんじゃん、このバンド。そこそこ、俺はずっとヘビーメタル、ハードロックできたの、ね、全然平気だよ。あそこ、いいね。涙目になってた。それはコンタクトがずれちゃっただけだし。そうですよ。確かに歌うの大変なんですよ。だけど、次の曲はですね、なんか他に話すことあったっけ。来年ライブやることと CD を発売することで、その来年ぜひみんな、いつなのかな。次の曲見ながらできるのかなこれ。今イントロとかすげえ頑張って思い出してるみたいな方向ですか。やれるけど、うん、できるのかなこの曲。どうしてんだよ。そんなハードル高いのね。そうなんですか。なんか頑張っていこうか。とてもこれは福田博さんが作った曲ですよね、昔ね。そう、じゃあ行くよ。いい曲だよ。どれもいい曲なんだけど、どれもおすすめ品だけど、切な。Thank you.
なんと簡素なことよね。なんか赤いのしかついてないし、2個ぐらいしか、しかもなんか地味めだよね。すいません、すいません、話しかけないでください。あ、本当？だってたまにはほらメンバーにね、メンバーの紹介じゃないけど、ここ休むとこなんですかね。ねえ休んでるし。あ、そうか、あ、本当だ、はーって言ってた。はーって言ってた。ありがとうございます、教えてもらって。私も時々ね、後ろ振り返ってね、大丈夫かなみたいなね、気にしないといけないですけど。いやでも別にね、成川さんだけを言ってるわけではなくて、まあみんなそうなんですけど、それでもね、やっぱ50過ぎて、別に、まさら隠してもね、ありがとうございます、なんか貞子みたいな写真、ありがとう。でもそれでもこうやって元気にロックやれる、そしてみんなもロック見に来てくれる30代40代50代の皆さん、ありがとうございます。最近覚えた、これもこう、正しくはこうなの、あ、こうしか、こうです、こうです。なんかやっぱり盛り上がるよな。じゃあもう一曲ぐらいやっぱ入れとかんと、入れとかんといかんでしょう、やっぱり。あ、なんか社長ありがとうございます、素晴らしいサジェスト。もう最後から2番目の曲だけど、いくよ。いいな、こういう役割の人。Yeah, oh, baby.
Bye.